ジメトリオです。待ちに待って、ね、ついいよいよで開催になりましたヒコジャズフェスタということで、ね、初めての第1回目の一番鳥の、バンドをね桜井さんで、鳥じゃねえ初っ端の、第1番の目を担当させていただくことを大変光栄に思います。マネジメントリオ、1時間よろしくお願いします。今お送りしましたのはメスモンゴメリーというね、ギタリストの、ブルースでございます。フライドパイドをお送りしました。ではここから、ぶっ続けでお送りしたい、したいと思いますので、どうぞ世界観に浸っていただければなと思います。
Thank you.
ありがとうございました。4曲続けてお送りしました。ラッキーサザン、ドルフィンダンス。ラッキーサザンでドルフィンダンス。C ワード。で最後の曲でしたが、ロバート・グラスパーのイエス・アンド・カントリーという曲をお送りいたしましたところで、次の曲で最後になってしまいました。というわけで、今日はね、ありがとうございます。ね、今日はヤヒコジャズフェスティバルね、まだ一バンド目ということでね、まだこれから続々とね、いろんな会場であると、見て回ると思いますが、ぜひ最後まで楽しんでいってください。最後にメンバー紹介します。ピアノ、佐藤アルト。ガンベです。あ、じゃなかった、先のりが、俺紹介しようドラムの宮村ひなたです。そして我らがリーダーに祭り上げております。絶賛祭り上げ中でございます。オンベース北海道から来ましたね。もう2年だぞ、3年目か、3年目になりますね。新潟に来て、北海道から来た、素晴らしいベーシストです、山根翔平。の3人で、今お送りしてきましたがですね、実は、今日の4時からヤホールですね、ヤホールという会場で4時から、新潟ジャズ研究会っていうね、もうちょっと 大所帯のバンドがあるんですけど、もうこれそっくりそのままいますので、もし、ね、興味があったらヤホール4時から、そっちはですね、管楽器を交えまして、盛大に自由な音楽をやっておりますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。ではですね、今日は一日ヤヒコジャズ楽しんでいってください。ありがとうございました。
コールありがとうございます。じゃあ、ね、一曲やらせていただきたいと思います。いや今日はね、蒸し暑いですね。あいにくの雨ですけども、ね、でもなんとか開催できてよかったですね。最後までどうか、ね、ものすごい雨とか降らなければいいんですけども、今日は一日楽しみましょう。というわけで最後にお送りしますは、変な枯葉をお送りします。
終わりです。